Okay, King Stream Volume 10。今日も始まりました。まあ、土曜日の6時からの語ろうよ。社会について、環境について、アートについて、そしてライブも楽しみましょうよっていう1時間の番組です。で、まず最初のゲストですね。プロダクトパートナーでアーティストユニット Gravity Free からデイジョーさんです。よろしくお願いします。こんばんは。こんばんは。デイジョーです。デイジョーさん、久しぶり。久しぶりです。で、Gravity Free、もしかしたらね、それ知らないという方もね、いるかもしれませんけど、Gravity Free ってどういうユニットですか？ですね、まあ、2人組で、まあ、その絵を描く、うん、まあ、ライブペインティングだったり、うん、壁画だったり、いろいろなんですけど、まあ、2人で絵を、一つの絵を作り上げるという形を、もう20年近く、19年かぐらいやってきてますね。うん、ライブペインティングの先駆者的な、はい、いや、そんなつもりはないんですけど、まあ、はい、早い方ですよね。そうです ね、年は取ってますね。はい、いや、Me too、僕も一緒ですで、私たちの後ろに、はい、そのグラビティフリーが、まあ、ライブペインティング中心にやってますけども、そのデザイナー、まあ、デザインもいろいろしてまして、はい、で、こういうキーンとの、まあ、どのぐらい前から関わってるんですか？今日調べた2008年ぐらいにあったプロジェクトで、当初からそのアンバサダーやってたダチャンボさんの、ツアーバスをそのバイオディーゼルで走らせるっていうプロジェクトがあって、そのマイクロバスをボディを全部ペインティングするっていうところでちょっと関わらせてもらったのが最初のきっかけですね。で、はい、ダチャンボ経由でそうキーンに、キーンとのつながりですね。そうですね、その時のプロジェクトに関わってた人だと、はい、で、キーンと どういう印象ありますか？いや、まあ、地球に優しいとかももちろんですけど、うん、そのなんか社会的なそういう弱い部分、弱者とかに対してちょっと優しいなっていうのと、はい、すごいいいことしてる会社だなっていう印象ですかね。うん、まあ、会社としてというか、まあ、シューズも もちろんいいんですけど、うん、はい、その弱者、僕も、はい、力になれるような人には力になってあげたいというか、はい、なんか一緒にもっといいところにしたいという気持ちは僕もねすごくありまして、その、はい、アートユニットで2人で、はい、じゃあライブペインティング、実際どういう作業をやるんですか？ライブペインティングですか？そう、デイジョさんが描いて、でエイジさんが描く、なんかそういうどういうやり取りがあるんですか？いろいろなんですけど、だんだん年々やっぱいろいろ変わってきてるし、まあ、一概にこうっていうのがないんですけど、そうですね、じゃあ自由に、だいたいそのイベント、例えばそのライブペイント中心のイベントは、だいたい僕たち得意なのは3時間ぐらいの尺のパーティーで1枚の絵を仕上げるとか、うん、まあ、そのローカルの DJ の人と一緒にやったりとか、いろいろなパターンなんですけど、とかあとフェスで1日で描いたり2日で描いたりとか、うん、そういういろいろなパターンがあるんですけど、割とこう話し合いながら、まあ、書き出す前にそのスケッチちょっと1枚共有して作って、うん、それを共有してライブペイントをするみたいな感じですね。はい、で、そのデイジョーさん、はい、まあ、グラフィーフリーが、はい、書いたのデイジョーさんの後ろにある、それもそうですよね。あ、これもここで、こちらもそうです。はい、わお、何点、もう20年近くやって何点、どのぐらいの数あるんですかね。いやー、ちょっと点数はちょっともう分かんないですけど、やっぱどの絵も、はい、例えば色が違ってもすぐにグラビティフリーって分かりますね。 ありがとうございます。 それはちょっと嬉しいです。それって自然と出てきたものなんですか？いやー、そう、まあ、ちょっと言葉悪いかもしれないですけど、ちょっと手癖が悪い、手癖が出てるのかちょっと分かんないですけど、まあ、意識も多少はやっぱりしてますけど、うん、もうちょっとせっかく絵だし、もうちょっとこうしようっていう意識っていうんですかね、うん、まあ、ちょっと絵だからできることっていうのを意識なるべくしてますね。はい、ライブ会場や、はい、外でのライブペインティング、はい、ペインティングしてるんじゃないですか。はい、で、今は多分本来今が一番忙しい、こっからの数ヶ月が一番忙しいっていう時ですよね。はい、はい、どうですか？そうですね、もうフェス業界の人たちはすごい今やっぱ大変っていうか、うん、まあ、すごい、でもみんな前向きな感じしますけどね、大変なはずなんだけど、やっぱりその
次のことに頭がいってる人がやっぱすごい、基本的にはみんなそんな感じで、まあ配信とかもそうでしょうけどね。でフェスに関してはなんか、なんでしょうね、なんかちょっとでもあのルーティーン化してたところもあって、毎年この時期にって、ここでこのズバッとっていうのがなんか僕の中でも、僕らこれからじゃどうするのかなっていうところもちょっと頭クリアにしなきゃいけないなと思う時期なのかなとか。じゃ自分もグラフィティフリーとしても、やっぱこういうライブペインティングはやっぱり人を集めてやるっていうことで、なかなかそれあのできてない状況が続いたと思うんですけど、精神的にはどうですか。いや結構やっぱりちょっとグッと下がる、なんかやっぱりいつもやってたことがやれないストレスっていうのはやっぱりあったし、でもそのさっきおっしゃってたように、周りにいるそれ、あのイベンターだったりライブ会場を経営している人たちで、そういう前向きになっているっていうところもすごい刺激になったんじゃないですか。そうですね、なんかみんななんか刺激、そうですね、なんか仲間の人たちがこう頑張ってるのを見ると、やっぱこっちもちょっと俺も頑張んなきゃなみたいな、なりますよねやっぱね。そう、であのさっきそのフェスの話で出てきて、フジロックの超常連さんじゃないですか。はい、お世話になってます。あの、フィールドヘブンでずっと、なんか今年がまだあの延期になったっていうのがね、まだ実感が湧かないんですよね。はい、湧かないですよね、なんか不思議な感じですね。ジョージさんも毎年行かれてたんですよね。そう、大体そうですね、行けない年とかもありましたけども、でも大体なんかその夏の、例えば2019年の夏の思い出とはもうやっぱフジロックとか ね、 そうですね、で大体そうだったんですよね。わかりますね。だからまあ、頑張ろうぜみんな。で、あの私たちの目の前に見てください、あのニューポート H2 フェイスがありまして、でこちらはグラビティフリーがデザインした、はい、創業モデルのニューポート H2 デザインさせていただきました、何を意識して作りました。これはですね、すごいカラフルな顔とかキャラクターですね、キャラクターがパズルみたいにこう組み合わさって出来上がってるデザインなんですけど、まあ、模様とかになってるんですけど、まあそのまあ、コンセプトとしてはその100人、まあ、10人いたら10人、100人いたら100人 の、 その個性っていうものが、もっとこう尊重されるような世の中になるといいなっていう思いとか、そういう思いが入ったデザインになってますね。え、はい、どうしてそれいいなって思ったんですか。あの もっと尊重できるようになったら。いや、なんか個性は、なんかどうしてもちょっとその同じようなこう格好して同じようなっていう、空気がちょっとなんとなくやっぱり、そうしてるのが一番楽だし、そうさせたいみたいな、なんか雰囲気がなんかすごく嫌だったりとかして、やっぱもうちょっとこういろいろ個性っていろいろあるし、面白いものにこう捉えれば、どんどんいいものにこう、なんていうか、いやあなたはあなたでいいっていうことですよね。そういうことですよね。そういう風な、いや本当それ分かる、社会って君はダメだダメだダメだって、なんか広告も見たりとかすると、たまにそういう、あ、自分はこうで、そうじゃないとダメなんだって、指さされてダメ出しされてる感じが、被害妄想かもしれないけど個性だから、自分の個性、そうですよね、忘れないでっていうことですね。そうですね、キラキラ、カラフルな世の中だといいなっていう、そうね、ことですね、はい。で今年グラビティフリー11月に個展、あ、そうですね、まあ、やれたらっていう感じ、まあ、多分やれると思うんですけど、やります、はい、やります、やります。ごめん、僕が勝手に言っちゃったとかそういうことじゃないですよね。いや、その感じの流れになってますけど、はい、まだ全然告知はしてなかったんですけど、はい、11月の頭1日からですかね、1週間、恵比寿のギャラリー方で、ー、はい、やる予定です。オーケー、はい、絶賛制作中です。そう、はい、僕も行かせていただきたいと思います。ぜひぜひよろしくお願いします。はい、思います。そしてまあ、いつもお二人じゃないですか。はい、でどうして今日は一人なんですか。ですね、今日はですね、実はエイジ君も来てます。お、はい、じゃあ登場していただきましょうか。エイジさん、グラビティフリーのエイジさん、イエーイ。あ、どうも、皆さんに
なんか一言伝えたいことがあれば。皆さん元気でしょうか。そう、こっちですね。あの元気にやってますんで。そう、栄一さんはねずっと近くにいたんですよ。でもね、ソーシャルディスタンシングとかね、そのありまして、はい、1対1になりまして、でも栄一さんありがとうございます、ありがとうございます。そしてデイジュさんありがとうございました。さあ続いてはですね、あのライブの方に行きたいと思います。でこちらマイカ・ルプテさん、このライブもうこのキーンストリームのためにやったライブでいいですよ、いいですよ。僕本人にもね、これは特典映像として DVD とか今後あのつけた方がいいっていうぐらいクオリティは高いと思います。それでは行きましょう。 It's マイカ・ルプテ。キンストリームをご覧の皆さん、こんにちは。マイカル・ブテです。今日は車の中からライブをお届けしたいと思います。Producer, on écoute la chanson, un succès qui fait des instruments banals pour faire exister une nouvelle musique. Super producer, on écoute la chanson, un succès qui fait des instruments banals pour faire exister une nouvelle musique. Super producer, on écoute la chanson, un succès qui fait des instruments banals pour faire exister une nouvelle musique. Super producer, on écoute la chanson, un succès qui fait des instruments banals pour faire exister une nouvelle musique. Super producer, on écoute la chanson, un succès qui fait des instruments banals.Super producer, on écoute la chanson, un succès qui fait des instruments banals pour faire exister une nouvelle musique. Un DJ, une musique. Super producer, on écoute la chanson, un succès qui fait des instruments banals pour faire exister une nouvelle musique. Super producer, on écoute la chanson, un succès qui fait des instruments banals pour faire exister une nouvelle musique. Super producer, on écoute la chanson, un succès qui fait des instrumentsThank you.
足がしびれてきた。OK。
ケー。じゃあ次で最後の曲です。 Show me how。ありがとう。マイカループでありがとうございました。で途中から、ね、見たっていう方はこれ YouTube に、ね、アーカイブしていきますのでぜひそちらも見てください。 OK! 音楽ありトークありで続いてはですねトークで、まあ、アーティストでキーンアンバサダーの道のり丸さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。で今あの丸さんのアートワークが流れてますがこちらどういう作品ですか。これはもう個人のまあ風景ものがほぼなんですけれど、うん、まあいろんな場所行って、うん、その場のと自分の関係性でなんか作っていくような形ですかね、うん、なんか僕その街の絵の雰囲気がとにかく強くてそういう印象的で、はい、どんなことを意識しながら結構まあ旅行だったり旅とか、うん、して書き出すことが多かったりするんですけど、うん、大体その場に行って滞在してその場の滞在先とかはまあ自分との関係性はまあその時点ではゼロなんですけれど、うん、書いていくことによって関係性が作られてくるので、うん、その先行く先々だったり自分が滞在している自分が住んでる場所っていうところとの関係性をまあ出してる感じですかね、はい、じゃあ自分が初めて行ったところに、はい、何を今僕が感じてるのかってどこがあの今自宅とはどう違うのかとかそういうことを意識しながらそうですね、なんか自分が住んでるとことの差異違いだったりとか、まあ、その場でのその場の
その町の歴史だったり、すごいローカルなもうネイバーフッドの歴史だったりとか、そういったところまでなんか掘り下げたいというか、なんかそれはまあ絵の中のもう一部分になると思うんですけれど、なんかそういうのも入れ込んで、まあ地元の人が楽しめる、でも外から来た人も楽しめるみたいなところを目指して、すごいローカルなものを感じるんですよ。例えば大都会であっても、なんか一個一個なんかぬくもりとかを感じたりとかするっていうのは、その丸さんがそのさっき言ってたように、その自分とはどういう関係なのかっていうのを出してるっていうことですね。そうですね、そういったところを、まあテーマというかだいぶ出したいとは思ってるので、やっぱりなんかなんていうんですかね、その本当ビル群が並んでて もうちっちゃな花が咲いてるみたいなところをなんかフックアップしたいというか、でこの、まあ、画面上だと、まあ、その大きさもしかしたら皆さん分からないかもしれないけど、大体どのぐらいの大きさなんですか、そういう街の、まあ、様々だと思いますか。壁が多いので、壁に描くときはもう横4メートル5メートルとかが多いですかね。どのぐらい時間かかるんですか。まあ、3日4日から1週間ぐらいで大体仕上げる形が多いですかね。例えば、たまにミュージシャンってそういうギターを弾き出すと、もう時間を忘れちゃって、もうずっと弾いてる、もう、弾きたい人は12時間弾いたりとか、もっと弾いてる人たちもいる、絵ってどうなんですか。入っちゃうとできればずっとやりたいです。ずっとやりたい、でもうだから仕事終わった後家帰っても、もう常にあそこはした方が良くなるんじゃないか、こうした方がいいんじゃないかみたいなことを常にずっと考えちゃうので、終わるまではそれにとらわれちゃうと。じゃあもう常に書いてる。ありますね。だからまあ集中力との戦い。そうですよね。それを切れたところ、また入れるところをうまくやらないとっていうところですかね。で僕丸さんの金の、あのプロダクトの絵もすごく好きで、それもね、皆さんもですね、金に行ってると、まあ、絶対見てるはずですね。でこちらね、こういう、まあ、これそうですね、アンバサダーでやめて地球温暖化とか、こういういろんなそのフォントですけど、 Stop Climate Crisis で、今日はですね、そのマルさんと金の、シューズボックスをリユースしましょうって、プラカードを作りましょうということで今日、来てもらったんですけど、そのプラカードのワークショップをやりましたね。前回そのクリミナルのストライキの時に、金さんと一緒にやらせていただいて、どう感じました。そのやっぱり気候変動マーチだったので、そういう自然をのためにとか、地球温暖化ストップとか、そういったテーマをちゃんと持ってきてるお客さんがすごい多かったので、その何を書くかとか、そういったものがみんな明確に持ってきてたお客さんが多かったので、そういったところでは楽でしたね。じゃあもう、丸さんは別にそれじゃあこういうこと書きましょうとかアドバイスをしなくても、みんな強い意志を持って強い気持ちで、そうですね。でどうでした、皆さんのプラカードを、金のシューボックスをリユーズして使っているところを見て。面白かったです。それは本当、なんかみんなデザインがどうとかそういうことではなかったりとかして、でもちろんそのプラカードってなんていうんですか、そのマーチとかデモっていうイメージが出て、それはそれで素晴らしいと思う。意見を主張しましょう、何か強く、何かやとかこれに賛成っていうのがあれば、それをね表現しましょうよって僕は思いますけど、でもそういうやり方もあるけど、でも例えばプラカードでポップでユーモアのあるプラカードももちろん OK、 OK だと思います。はい、例えばさっきそのカフェの、お店がね、お店でもそのプラカード作ろうと思えば作れるんじゃないですか。で今日はですね、丸さんに僕の昼ご飯をテーマでそのプラカードを作ってもらったんですよね。じゃちょっといいですか。でこれを例えばさ、今後インターネットにアップ、まあインスタとかにアップしてもいいと思うんですけど、例えばこれですね。イエーイ、look at that、見えるみんな、ライスボール。いいですね。なんかちょっと野球が入ってるよね。なんか野球のなんかフォントっぽい感じがちょっとして、ボールがでかかそうそうボールにそうそう。かかというか、そう、ライスボール。ね、この T シャツ、これ金、この T シャツ作んない？絶対いいと思うよ。最高。
まあなんか遊びでさっきさらっと書いた感じですけれど、でこれ例えばさ、あの本当インスタにアップして OK、 じゃあ今日の昼ご飯ってみんな書いたりとかするじゃん、あのアップしたり晩ご飯とかで、それはそれでいいけど、こういう自分にしか持ってないフォントでこういう写真をアップするといいと思う。 Fried noodle, look at that. Fried rice. あ、これアメリカで見るようなフォントですね。そうですね、アメリカのチャイニーズレストランだとよくあるようなフォントで、なんかこういうのさっき、たこ焼き、簡単に遊びでパンケーキとか書いてみましたけど、やっぱまあちょっとこうやって一個ポイントとかあるとその方が可愛くなるかなと思いますね。はい、いいと思う。ありがとうございます。ありがとうございます。そう、皆さんね、あの金の、まあ、あの箱買うときね、箱ついてきて、でそれあの例えばこう言ってちょっと遊ぶっていうのは皆さんいかがでしょう。All right。じゃあ、あの今日は本当ありがとうございました。ありがとうございます。で今後マルさんってどういうことを考えてるんですか。はい、どんな活動？まあ、自分の作品制作並びに、まあいろんなところからお仕事のオファーを受けたりとかしつつ、うん、まあ、こういうご時世なのでなかなか移動ができないので、うん、今度はまあそこのところをうまく自分なりの表現で地元であったりとか、これから行きたいところの想像だったりとか、うん、なんかそういうところでうまく作品に昇華させて表現していきたいなと。あのさっきグラビティフリー、はい、そのコロナの状況で、はい、あのなかなか、まあ、仕事、まあ、ライブペインティングをしている人たちは、まあ、ちょっと厳しいという話はしたんですけど、はい、マルさんはどうですか？あ、それは、まあ、もちろん僕もそうで、うん、やっぱり企業様からとかの仕事とか、うん、そういったところはやっぱり少なくなったり流れてしまったりとか、うん、そういったことはやっぱ出てきているので、うん、まあ、そういった中でも自分の作品を作ってまあ発表したりっていうことはできなくはないと思うので、まあグラビティさんの今度個展やるとかそういったことと同じだと思うんですけれど、まあ作品を作って発表していくことがアーティストとしては大事なのかなと思います。マルさん、今日お会いできてすごい嬉しかった。ありがとうございます。お邪魔します。さあ、あのライブいきましょう。ライブ20分ぐらいありますよ。皆さんお待たせいたしました。 It's 劉松山。皆さんこんばんは、劉松山です。金ストリームご覧いただき誠にありがとうございます。僕らの配信ライブ楽しんでください。
Thank you.
ありがとう、皆さんありがとうございました。次で最後の曲でございます。僕ら4月29日に新しいアルバムボーダーランドを発売いたしました。ぜひとも聴、いていただけると嬉しいです。ぜひこのキンストリーム最後まで楽しんでて いただきたいですし、これからも続くと思いますので、ぜひとも応援していただければ嬉しいです。それでは最後に Go Through Grow Through という曲を聴いてください。Slowly my way, I can feel the blood inside flowing like a raging river. Slowly my way.
ました。リュウ松山でした。またライブ会場でお会いしましょう。ありがとうございました。That was great. 最高だったね。もうお別れなんですよ。もうこれ改めてさ、最高だね。今日昼ご飯、ジョージの昼ご飯なんだった？これでライスボールで、これが俺の切り札。最高じゃない。しかも金の箱で作ってさ、おお。あらららららら、こういうことをやってるからそうなったんですよ。さあ、あの毎週土曜日あの18時からのこのキーンストリーム、来週ももちろんやります。あ、6月27日ですね。でゲストダチャンボ、そしてロッドバルト・バロン、いい2組ですね。来週も語りましょうよ。来週も音楽楽しもうよ。 Have a great rest of a Saturday night. じゃあまた来週お会いしましょう。 Bye then everybody. See ya.